みんなで花咲かせましょう、イエーイ。ということで、スロマガのオノルです。この企画はですね、スロマガの攻略軍団そしてライターが、お届けする、企画となっております。第4回目を迎えた今回ですけれどもね、簡単な企画趣旨から説明したいと思います。はい、もうご覧ください。この花々の島ですね、この島全員で、なんと8787回、つまり花々回、花を光らせてしまおうという、大胆な企画になってございます。で、だいたい朝1から打ちまして17時まで、夕方17時までの、回数をカウントと。で、毎回こう回数だいたいそうですね、台数からいきますと、平均600回から800回1回で期待できるんですけれども、これを8787回行くまでやってしまおうと。で、これまでの回数が全部で2015回光っていますね。そして残り現時点で6772回と。ということで今日はできればこの6000回を切りたいという一つの目標もあるところなんですが、さあもう早速ですね、もう2回3回奥の方までずらりと出だしております。私も、この角台をね抑えまして、挑戦していきたいと思いますので、まあ時間ももったいないので早速行ってみましょう。それではみんなで花々咲かせましょう。それでは早速打ち始めていきたいと思います。普段こう花々が打ちたくてもあんま近くにこうないと、まあ、花々ってなかなか打てないんでね、もっぱら僕は25倍のオキドキですね。オキドキ、今日オキドキパーカーなんで、花々なのにオキドキパーカーって、オキドキね、これねいいんですよ、花に対する思いは同じですから。なんでこの30倍ってこんなコインが大きいね、コインなの、オキスロってこんな大きいコインなのかっていう、まあちょっとマニアックなお話をしておこうかなと。スロットマシンっていうのが沖縄にまあこうアメリカから渡ってきて、その頃、使われてたのがあのアメリカの50セント硬貨と言われてるんですね。この50セント硬貨の大きさ、実はこれがこの30杯と同じ大きさだったと。なのでその名残で今でもこの、大きいコインがオキスロでは使われていると。花々もね、だいぶやっぱ、おっと、たたたたたた、早かった。さ、どっから狙おうかな。111ゲームいよいしょ、滑ったの今、うん、レギュラー、ほい、111ゲームレギュラー。さ、どっちから光るのか。お、右側、奇数偶数ですからね、奇数偶数ね。そういえばあのオキスロっていう言葉あるじゃないですか、オキスロで、まあ、たまたまこの間ちょっと編集長とオキスロのことで話をしてたんですけど、オキスロっていう言葉を最初に言い出したのが実はスロマガなんじゃないかと言われてるんですね。なんかどうも当時そのオキスロが初めてこう本土に来るっていう時にどういう風に呼ぼうかっていう話になって、まあいろいろ、まあ、ネーミングがもちろんそのオキスロっていう言葉になる前もいろいろ候補があったらしいです。で当時のスロマガでちょっとバカっぽい名前が好きで、ナワスロとかどうとか、いいよくねみたいな話でこうちょっと盛り上がったと。まあ結局オキスロって言葉になったらしいんですけど、まあ、もう1万円使い切ってるし話してたらね。じゃあお前は花々の何を見てるんだ、一体何を見てんだ、ね、毎回バーエガラを狙って私見てますが、実はねバーエガラ、こっち、上にね白7がある方のバーエガラね、枠2コマ上、ね、白7がある方とそうでない方、まあ、ずっと上の方に赤7があるバー2種類あって、まあ、これ交互に狙ってるんですけど、まあ、知ってる人は当然知ってると思うんですけど、これバーエガラ違いますからね。こっちピンクのバーで、こっち緑色、白バーの種類違うんですよ。でそんなの気づいて何になるのって、
意外と気づかれてないっていうね、ボーナスの時に右リールに狙うバーですね、レギュラーのやつですよ。赤7赤7赤バー、白7白7白バーなんですね、コンビネーションが。なので赤7赤7で白7を狙うとレギュラーソロ、まあ、レギュラーのフラグだとしてもそのバーじゃレギュラーは揃わないです。このバーじゃ揃わないです。赤7の、まあ、逆でも一緒ですね。赤赤、白と狙ったらレギュラーおっと光ったほらね。で例えば、これがビッグですね。ビッグだとダメなんですけど、まあ、レギュラーだった時に逆を揃えるとまあ揃わないと。さあちょっと、かかってしまいましたが297ゲーム本日初ビッグ、投資が追加9000円、まあ、ビッグ中は、追加の出演率に注目と。意外と差ありますからね、スイカは出てくれるとやっぱ嬉しいですよね。スイカの目押しで例えばバーを狙っちゃうと、まあ、チェリーもちろん高速点としたらチェリーもあるんで狙わなきゃいけないんですけど、ここ狙うとやっぱねたまに目押しミスってちょっと早めに押しちゃうっていう可能性があると。でスイカをこぼしちゃうんですよね、そうすると。なので結構おすすめなのが白7をまあ下段付近狙う。そうするとすぐ上にこの時ね白7下段付近狙えばチェリー引き込むんで目押しもしやすいですし、スイカもこぼさないんで意外とおすすめです。はい、パネルフラッシュ等は特にありませんぬ。さあ引き続き1ゲーム連どうやっぱ1ゲーム連ね気になりますよね、毎回気合入っちゃう。俺の横は結構出ますよパチスロ。なんせ隣に宮城ナビ君が座ると1日にハーデスでゴッド7回引きちゃいますから。しかもねちょっとびっくり衝撃の事実があるんですけど、その宮城ナビ君が僕の隣で1日にアナザーゴッドハーデスでゴッド7回引いたって僕が横でツイートしてたんで知ってる方もいると思うんですけど、そのお店なんとここなんですよ本当に。で僕クランキーコレクション売ってナビ君ハーデスに行ったんですね。当時まだ入ったばっかで400かなんかのゾーンをまあ目安に400、800ぐらいを狙ってどうかななんて言って打ってたら速攻で紫7を引いて、そのジャッジメント中に冥界の扉が閉まってゴッド降臨。そこから彼の伝説が始まったんです。1万8000枚ですよ、羨ましい。だいたいみんな4回くらいかな、多い人だと6回っていう人がいますね。ビッグ2のレギュラー4 8787回光らせると非売品グッズとかもらえたりするなんて話もちらほら聞きましたけど、今ちょっとまあ若干こう確率が悪めなんですけど、でも僕はドラミの言ったハマった花々は吹き返すっていうのを信じてますからね。全部出なかったらドラミのせいにする。僕はそんなオカルトは信じないけどドラミのことは信じてるから。プロの方がよく打つ理由が欲しいなんて言うじゃないですか、この台好きだけど低設定だから打てないと。いや打つ理由なんて愛がありゃいいじゃないですかね。全然分かってない、理屈じゃないんですよ、光らせりゃいいんですよ。まあ、その代わりそういうこと言ってるとうんざりすることもありますけど、じゃあそれは愛が足りなかったということで。まあ、すごい音がしたと思ったら花々じゃなかった。追加投資、実は絵柄いろいろこれも規則が細かい規則があって、まず5号機の規則上で絵柄の種類は10種類までで決められてるんですね。なので、まあ、当然10種類以下は全然いいんですけど、
10種類を超える絵柄はないと。でも大体フルに使い切ってますね。もうこの花々で言えば、まあ、バーが2種類から、チェリーチェリーが、これは1種類ですかね。チェリーが1種類で、3個でしょ。それから、白7赤7でこれで5種類で、リプレイとベルとスイカで3種類出されて8種類の、花々って書いてあるバーですね、真ん中の絵柄にある。これね、からこれで9種類で、最後に、この上にあるハイビスカス、これで、10種類で、そういうのにでも気がつくと、あのサミーさんの疑似リールあるじゃないですか、ラグランジェとか、まあ、新しいアラジンとかの疑似リールの絵柄って実はちょっと違うんですよ、あのメインのリールと絵柄が。で、ぶち抜き絵柄とかも使ってますしね、2連の、絶対普通は使えないような絵柄がくっついてる、絶対絵柄と絵柄の間って何ミリか離さなきゃいけないんですよね、例えば上ミリと下ミリでも絶対間を空けなきゃいけないんですよ、1つの絵柄にしちゃいけないんで。でもそのくっつく絵柄とか疑似リールは何でもできるんで、絵柄が10種類以上あったり、そういうところからそのあこれはメインのリールじゃないんだなって気がつくこともできたりする。で、あと大きさにも一応制限があって縦 2.5 センチ、横 3.5 センチ以上っていう大きさの制限もあるんで、飲み絵柄とかね、ミジンコ絵柄みたいなね、ちっちゃい絵柄はもう、ね、押してみろよみたいな絵柄は作れないわけです。大きさにも制限がちゃんとある。でもこのあれだね、もう全てが言った通りになってくれたらちょっと伝説の映像になるかもしれない。まずは5倍ハマりから、そして、V 字グラフを描くようなレンチャン、ドラミの言ったようなね、舞台が整ってきますからね。はい、それでは12時になりましたので、今、ですね、花々の島をちょっと見ていきたいと思います。ウィハナハナは若干元気がない感じかな。そしてこちらがドラゴン花花、すごいですね、7回ビッグ7回レジは3回ね、そして、4回の7回レギュラーが先行している台がありますね。こちらのお客さんが、ビッグ7回レギュラー2回の引いているので、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。花花とか普段打たれます？あ、結構打ちます。あ、結構打つ。はい、まあ、花花どんなとこが好きですか？そうですね、機械5の機械割りが高いところが。おー、なるほど。で、結構意外と設定するとこ、まあそうですね、子役も数えながらやってます、ね、そうですね、一応数えながら、はい、高設定狙いをするような感じ。はい、そうですね。なるほど。今日どんな感じですか、今？今んとこ、ベルは、まあ、6以上なんですけど、あとレギュラーもさっき才能両方点滅もあったんですけど、あ、なるほど。またちょっとレギュラーが今全然引けてないんで。そうですね、やっぱ2回ですもんね。はい、ちょっとそこが不安なところ。両点とをちょっと、まあ、一応信じて。そうですね、両方伝統と、あとベルもまあ一応いいので。あ、なベルもいい、はい、なるほど、わかりました。じゃあこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、それでは、11の時点での数値が、出揃いましたので発表したいと思います。まずニューキングハナハナですが、総ゲーム数 15,560 ゲーム、そしてビッグが39回、レギュラー26回、合計65回で、239.4 分の1と、ちょっと数値が設定1の近日と、寂しい感じになっているんですが、この中の一つは僕がちょっとですね、確率を下げてしまっているという設定もありますので、ここはこれから頑張って盛り上げていきたいと思います。そしてクイーンハナハナ、こちらが総ゲーム数4233回転で、ビッグ11回、レギュラー8回、総回数が19回の、合成が 222.8 分の1と、こちらも、設定1の近日なんですけれども、ちょっと若干稼働がね、まだあまりよろしくないと、まだまだこれからちょっと増えていってほしいところであります。そして、ドラゴン花花、こちらが総ゲーム数8440回転、ビッグ32回、レギュラー24回、合わせて56回の、
合成確率が 150.7 分の1と、こちらは全ての数字が接点4の近似値となっていますので、もしかしたら中では一番こうちょっと期待できるゾーンになっているのかなという感じもします。それでは、この後も頑張っていきたいと思います。うわー光った826ゲームさあ、ボーナスがレギュラーなのかビッグなのか、そこが非常に気になりますね。これふっ、よかった826ゲームビッグ嬉しい。おお、ちょっと早い、113ゲーム OK、 113ゲームビッグ。お、隣の方がプレミアム点灯してますよ。入ってました、よかった。あ、幕下滑ったってことはビッグですよね。そうですね。おお、怖い怖い、114ゲームビッグ。パネルは光りませんと。よいしょ、1ゲーム連チャンス。おお、マジで光った。でもこれ動いちゃったらダメでしょあ、でもね、8分の1は一応ビッグのチャンスありますからね。ここで8分の1見せるぐらいのね、見せるぐらいのレギュラーっぽいな。あれ、なんでこれ滑ったの今。7下段狙ったんですけど滑ったので目押しミスで、じゃあせっかくなんで花目出しますよ僕。ほらね、花目出してリリーチェとね、よいしょ、まあですよね1G 連です。どっちかなと、右奇数偶数だよ、これ2回目だからね、偶数寄りってことですね。本当にあれだな、ドラミの言った通りちょっと V 字に回復してきてるのがちょっと怖いんですけどほらあとちょっと、もうなんかちょっと頭の中であのドラミのあの、いやもう全然オカルトなんですけど、あの花花ってたまにストックティみたいな連チャンしますよねっていうのがすごい、もう頭の中で今ぐる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 回ってますもん。おお早い、39ゲーム、サンキューサンキュービッグ、サンキュービッグ、オッケーオッケー、箱に移せる、やった、オーラ来た、オーラ来た、まあ、そろそろレギュラーでもいいんですよ。はいはいはい、ビッグ141ゲーム。本当に本当に V 字になったな、見事な、ほら見事な V 字グラフ。スイカ同時整列ですよ、初めて見たよチャンスランプ、嬉しい、払い出しも変化しましたもんね、ありがとうございます。これ押したらどうなるのかな、ちょっと試しに押してみましょうか。あ、消えちゃう、生産中です、生産中です、生産中です、もうつかないんだ、
残念、もうつかないですね。じゃあありがとうございます。公約ですか。公約引いてる、よし、いい感じ。いつの間にかビッグの確率が設定6と同じぐらいになっちゃいました。いやスイカ同時成立プラスねえベッドランプの変化、この両方見れるとは思えなかったからすげえ嬉しいな。うわープレミアム点灯した。これレインボー点灯じゃないの、レインボーじゃないのかな、青にも緑にも赤にも違うのかな。やったー、61ゲームー、これは嬉しい。とりあえずとっとと揃えますか。いやーこれは嬉しい、61ゲームビッグ。さあ、なんということでしょうか、2箱目に入るという前々回ですかね、この、花々みんなで花々咲かせましょうの前々回の企画で、ひなが担当したと思うんですけど、ひなが、一応僕が、言ったネタをなんか使ってくれたらしくて、花々とは沖縄の方言で、まあ、ある意味があります、それは一体何でしょうみたいなクイズみたいな形で、出してくれたんですけれども、まあ、正解は乾杯って意味がね、花々イコール乾杯って意味があるんです。で、その話に少し続きがありまして、初代花々4号機ですね、4号機の初代花々のパネル、まあ夕日のね、沈んでる本当はパネルだったらしいですね、初代花々のパネルは。で、沈みゆく夕日に乾杯という意味が込められて、最初作ったらしいんですけれども、沈む夕日っていうのはちょっとまあイメージが悪いとね、なのでそこで、あえてあれは朝焼けと昇りゆく太陽だということになったそうですね。開発の方もいろいろ考えていられるんだなと。まあ結局そのね、いいイメージ通り花々はね非常に今人気があるわけですけれど、いい話ですよね。でそんな花々を作った、パイオニアの、開発の方、社員の方皆さんで、まあお休み長期休暇の時でしょうかね、九州の方に遊びに行ったらしいですね、宮崎だったかな、そこに美人ビアガーデン、夏季限定のビアガーデンがあるらしいんですよ。僕は行ったことないんでちょっと詳しくはわからないんですけど、そういうビアガーデンがある。でそこで女の子たちがこう一緒にこうね乾杯みたいな感じで言った言葉が花々だったらしいんです。でみんな周りの人、そのパイオニアの社員の人がびっくりして、おおバレてんじゃねえか俺らみたいな感じになったっていう、なんか盛り上がったっていう逸話があるのにスイカこぼしちゃったよ、もしかして俺らがパイオニアの社員って知っててやってくれたんじゃないのなんて思ったらしいんですけど、ね、向こうの方のやっぱこう方言なんで普通に使われる、まあ、普通に使われるというかどちらかというと、僕ちょっと調べたんですけど、八重山地方っていうのはすごく南の方、もう沖縄本土よりもずっと南の方ですね、そっちの方の方言らしいです、もともとは。なので、まあ、だんだん少しずつこうメジャーになってて言っても変ですけど、その方言がこう上の方までだんだんこう上がってきてるのかなみたいな。おっとっとっと、全然気づいてなかった今、完全によそ見してましたね。これ多いですよね、やっぱよそ見で光ってるってね、
多分見てる人からしたらなんでお前気づいてないんだっていう感じなんでしょうけど、いやー全然他の人の回数ミス。うん、意外と嬉しいレギュラー。これで右3回ですね。あんだけ長いことずっとリール見て打ってて、唯一目を離した瞬間に光ってるっていうこの不思議、面白いなぁ。やっぱそういう気の抜けた瞬間っていうのにやっぱ絶対誰しも体験あるんですもんね。これね、ドラミも言ってましたよね、本当にその通りです。その通りっていうのも変だけど、だからってじゃあ常にこうよそ見せたら光るのかってそういうわけじゃないですからね。あの本当に意識が飛んだ時ですよね、そこ無意識の時。はい、では16時になったのでちょっとホールの方を見て回りたいと思います。さあ、なかなかクイーンハナハナの方もいい感じじゃないですか。まあ若干弱い感じのもありますけれども、回数結構ついてますね。この辺もレギュラー18回、ビッグ14回、もうすごい、ここ17回、ドラゴンハナハナですね、ビッグ11、レギュラー11。まあでも合成はあんまりいい感じではないかな。そして、ニューキングハナハナのコーナーですが、ここはまあやっぱ昼間その2時とか12時に見た時よりも明らかに稼働も良くなって出玉もついてきてる感じですかね。この辺ちょっとビッグに偏ってる感じはありますけれども、ビッグ16回、レギュラー10回なんていう台もございますね。合成が159分の1。さあそしてこちらもビッグ15回の10回と、あのなかなかいい感じの右肩上がりの、ね、グラフになってるので、ちょっとこの方に少し聞いてみましょうかね。今ちょっとハマっちゃいましたね。ああそうですね。でもまあなんか全体的に確率も良さそうなんで、まだまだ粘れる感じですか。そうですね、ちょっとあのスイカの確率もいいから、あ、確かに、まあちょっと粘ってますよ。なるほど、はい、分かりました。じゃあこの後も頑張ってください。もういっぱい光らせるんで、はい、エースどうもお願いします。お願いします。一応あと3回引けば20回に届くんですよね。この3回が近いようで遠い。制限時間があと30分あるかないかですかね。おお、ギリ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 いった。よっ、らっしょ、お久しぶりでございます。ビッグさん138ゲーム、最後の1ゲームなので一応ちょっと7を狙っておりますが、はい、今17時となりました。ここで僕の実戦は終了となります。大きな、ハマりを食らいましたが、じわじわと伸びてくれて、最後まあちょっと失速しましたが、かなりいいところまで取り戻した戻すことはできたんじゃないでしょうか。確率はちょっと設定1より悪いぐらいですかね。まあちょいマイナス、まあ、楽しめた感じで終わることができました。全体の方の、花が咲いた回数はこの後エンディングの方で発表いたしますので、そちらの方もお楽しみに。はい、結果発表。さあ本日、17時の時点での、各機種の大当たり回数発表したいと思います。まず、ドラゴンハナハナですね。こちら、総回転数が28,040ゲーム、ビッグ回数101回、レギュラー回数70回、合計が171回で、合算確率が 163.9 分の1、設定3から4の近似値となっております。続きましてクイーンハナハナ、こちらが15,806ゲーム、総回転数が15,806ゲーム、ビッグが52回、レギュラーが33回、合計85回で、合算確率が、185.9分の1、こちらは設定2の近似値となっております。そして、ニューキングハナハナ、こちら僕も打っていたやつですね。こちらの総回転数が5万638ゲーム、
ピックが172回、レギュラーが95回、合計267回、合算確率が 189.7 分の1と、残念ながらこちら設定1の近日となってしまいました。これを受けまして本日の合計花々咲かせ回数がですね523回と、なりまして、合計全ての合計が2538回と、ね、残りあと6249回というところまで来ました。できれば今日ですね6000回を切りたいと、朝、僕は言ったんですけれども、残念ながらちょっと力及ばず届きませんでした。次回以降、新たな、スロマガメンバーがきっとこれを叶えてくれると思いますので、次回以降も応援よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いしましょう。さようなら。